ではキャンペーン開始していきます。対戦の書きっとこれね、分かるけど何でもいいんだ。まあ、いや、はい。俺の祖父は南北戦争で戦った。出征前に生き延びるコツというのを聞かされたが、現実の戦いは想像を超えていた。戦車のような新しい兵器は一夜にして戦争の常識を覆してしまう。戦車の多くは俺たちの味方だったが、敵にだって何もないわけじゃない。は、こんばんは、しずくさん、こんばんは。ちょっと今早かったな。しずくさんこんばんは。マーク5戦車はブラックベースに乗り込み、敵防衛線を粉砕せよ。はい、対戦は終盤に差し掛かっていた。冬が迫る中、ドイツ軍は前線の防御を固め、敵の攻撃を待ち構えた。ドイツ軍のバンカーに無数の歩兵が幾度も突撃して命を落とした。そして地図がかけられることはなかった。イギリスのマーク5戦車は強力な武装と装甲を持った恐るべき兵器だ。塹壕の敵を蹴散らし、鉄条網を破壊し、うんたらかんたら。10月17日、イギリス軍はカンブレーの町に大攻勢を仕掛けるべく準備を整えた。連合国軍司令部は戦車の支援により突破は確実なものと信じていた。だがマーク5戦車にはいくつかの、違う、一つの大きな欠点がある。読めんかった読めんかったが、まあいいでしょう。コーヒーなくなった。俺の好きな川手だ。多分川手だ。エドワーズ。さあ、タウンゼントだ。来い、こっちだ。分かった、ジミー。撃てー。書類を見させてもらったぞ。ご心配なく、王と国のために尽くします。いいか、前進と後退が分かればそれでいい。よし、モテるな。ベスに挨拶しとけ。俺たちの相棒だ。ベスってなんじゃ。お腹にお出ししてる。こいつが新しい運転手だ。汚い言葉はベスが機嫌を悪くする。フィンチ、エドワーズ、初めてか。何の初めてだ。黙れ、マクマナス。大丈夫だ、ベスが守ってくれる。なんだベスって。よし、いいか、任務だ。ハトか。命令は敵の防衛線突破、敵の砲撃陣地を破壊する。フィンチ。イエス。その後にフランスの町カンブレーへと進む。お楽しみが待っているとの話だ。楽しめるぞマクマラスもか。おい、たくこいつで大丈夫なのか。噛みつくな。よく聞け、気を抜かずにしっかりな。あとはベス頼みだ。なんかベスベスって。死を救いたまえ。準備はいいな、エドワーズ。はい、全速前進。ハートの羽が抜けてやがる。生え変わりさ、
そういうもんだよ。なら俺が全部羽を蒸して。落ち着け。そいつに命を救われるかもしれないんだぞ。唯一の通信手段だ。エドワーズ、もう慣れたか？ああ、だいぶコツがつかめてきた。故郷じゃ何をしてた？運転さ。よし、止まれ。一旦停止だ。最初の笛を合図に歩兵隊が突撃。我々は次になる。ああ、神様、こんなひどいの見たことあるか。ああ、嬉しくもないが。いいか、我々は風車のそばの砲撃陣地を破壊する。ずるいな。いや、だから何でもしていく。野望が片付いた。修理はないんだな。しかも、行け。そこに頼りきるな、シーリー。その調子で行け。こっちは大丈夫だ。あ、修理出た。これより敗北に向かう。歩兵隊のために梅雨払いをする。パッチから修理って20になったんだっけ。死ぬことないって。そうそう、こっちに今日プレイするんだったら時間間になるからさ。なんだっけ、他のゲームの準備してなかったでしょ。その野望をすぐに片付けろ。おいおい、すっげえいいやつ。目標は破壊。いや、動きが気になるんだよ。
通知やな。奴らをやった。ここに踏みとどまれ。残りのドイツ兵を片付けろ。おい、集中しろよ。これでスコア入ったら後に先をやってもいいか。こいつだって飲みたいだろ。ここにちょっかいを出すな、プリチャード。司令部との唯一の連絡役だ。なんだお前は。飲まないと手が震えたりしないか。いや、飲まないんだ。お前たち、ふざけるのはカンブレについてからにしろ。野砲を減らしたぞ。終わりました、行きます。よくやった。さあ、待ってたぞ。それもパッタンだ、来るぞ。あの戦車は危険だぞ。レーダーズ、回り込め。帽子は弱点を狙え。戦車とここはクリティカルだったよね。気をつけろ。このこってこってるからクリティカルないよ。今のは傷が残るぞ。プレイ勝てえな。よし、やったぞ。残念だが相手が悪かったね。砲弾が降ってくるぞ。だって結局さ、バカじゃないこれ。外に出て確認するんだ。気をつけろよ、ピーチ。エドワーズ、ピーチに手を貸してやれ。え、出て行けってこと。あ、なるほど。こいつ死んだ目しとんだよな。これでいい。エドワーズ、できたか。よし、本当に。フッチュー、なくなりか。壊れてねえの。ここなんか風車のアップになってる。
くじゃねえ。地獄を見せてやれ。ここを制圧するんだ。使いたいんだよな。ケイセイッチは今までキラーだったけど使い方によってはやっきりできた。よし、押し続けろ。もうすぐ肩がつく。あら、これでいいね。人がそこに冗談。この窓だな。あの窓か。クリティカル緑になるところか。窓から覗いてんのか。タンク。ターンまで行くとダメでなくなる。いいからねやろう。そう思ったら通り越せるからさ。狙えるんだったら狙おう。足を守るドイツ軍を止めて片付けろ。
鳩になれるんこのゲーム。新しいな。さっきのなんかあの上官なんか、なんとかの巨人に出てくるなんか司令官に似てるね。これ何これ、面白い。そもそも司令こっちに近っ、今なんか光ったけど。なんか秘密がないと壊れる必要性なくね。次は戦車が来て歩兵だけ死んだ。悪運が強いなタウンセント。そうか、無茶な命令に不運が重なってこのざまだ。どっちに先にやられると思う。口を閉じろマクマラス。アイアイさ、エドワーズ、メスを出せ。ベスがどうこうって、ベスってもしかして戦車の名前か。霧だ、何も見えないぞ。前進してる。運転を変われ、偵察しろ。英雄を気取るな、任務に徹しろ。いいか、とにかく生き延びてここを抜けるぞ。危なくなったか、こちらもすぐに駆けつける。チームで進行しとるけど、まだステージ1なんかな、これ。とりあえず道なりに進んでみよう。スポットした敵はその後、紙に巻く。え、これ何？もしかして、お見つけか？どうしよう、やっていいかな。なんで、殺そう。スパナと
クリアないかな。エドワーズ、よし、そこにいたのか。魔法じゃないだろうな。戦いがあったとは思えないくらいだ。下がってろ、鉄条もぶち破る。いいんだろう。もう見えやしないぞ。エドワーズ、先導しろ。先に行きすぎるなよ。で、またスポットしながら進んで、ているんだ。真面目にやれ。ここを抜けるにはお前が頼りなんだぞ。ベスがひどくやられてる。お前で直せるか試してくれ。左に直して修理って言われても、あ、どういうこと？よし、いいぞ。気をつけろ。こっちで片付ける。これダメ食らってる。見えやしないぞ。エドワーズ、先導しろ。行き過ぎるなよ。メイン武器はピストルなんだ、これ。めっちゃ何かいた。おい、来たろ。ミラーステージ終わったんよ。そのまま今やってる。これスナイパーライフか。
ミラーズエッジをね、配信から1時間ぐらいで終わってしまった。なかったぞ、エドワーズ。これを抜けられる。ベスを見てやってくれ。優しく扱うんだぞ。これベス絶対これあれだな、セミみたいなことやらな。おお、大丈夫だ。それでいい。ほんまに死にかけてたね、さっきでは。地図によれば、間もなく森を抜けられる。ここの橋を渡ればもう遠くない。そりゃそうだろう。言われても別条もおかしい。乗れんのかな、乗れんのか。マジかマジか。くれいかん、出てるじゃん、体力ゲージ。なるほどな。とりあえずどんどん行ってみよう。なんか決戦車ない、あそこ。対戦車兵がいて、パイロットか。あいつ乗り込む前にやればいいかな。取れるか、ゲーセン車。なんでこの人の操縦を知ってんだろうな。引けるんかい。あ、取られた。大きい子かすけ。まさか乗るとは思わんねん。
神いらん。何やった？当たられるわ。やろ、早いなこいつ。シンフォ投げいった。カスパール運転に戻れ。エドワーズ、ブラックベスに戻る。こいつか。乗ります。はい。この目で見てなきゃ信じられんくらいだ、エドワーズ。点火プラグがいります。探すぞ。村の住人がいないか探すんだ。おい、どうだ、見えるか？はい、見えます。味方の戦車は、味方の戦車は見えるか？敵じゃん。エドワーズ、ドイツ軍です。ええ、でも敵の手に落ちました。どっちだっけ？どうやらあの村にはベスに必要な部品があるようだ。エスパーか、こいつ。仕方ない、行くぞエドワーズ。さあ、幸運を。戦車は動かない上に奴はもうダメだ。おしまいだ。まさか任務を放棄する気か？いいか、フィンチ・プリチャード、俺たち全員貧乏くじだ。そう思うならマクマナス、行けよ。ふざけやがって。お前みたいなガキよりはるかに多く任務をこなしてきたんだ。ならさっさと行け。殺せ。まったく、どこが力を合わせてなんだ。どういった？さて、部品を見つけて戦車を動かす。無茶はなしだ。次からの動画に続く。